運命の人に出会う方法。精神科医カバサーションのカバちゃんで、運命の人に出会う方法を教えてくださいという質問をいただきました。かなり無茶ぶりな内容なんですが、教えましょう。運命な人と出会う方法、男性女性異性のねパートナーで運命な人と出会うということもありますし、あるいはそれ以外のね友人親友であるとか、あるいはビジネスのパートナーも含めて両方使えると思うんですが、運命の人と出会いたいと思って運命の人を探してもですね、まず出会うことは不可能ですね。これはなぜかというと、自分のパートナーを探す話の方が分かりやすいでしょうか。私の好きなタイプはこういう人ですとか、私の結婚したい相手はこういう人ですとか、そういう物差しを自分の頭の中に持ってると思うんですが、そういう人がそういう人と結婚したって話はまずまず聞いたことがないですよね。後から見たら大体そういう人と反対の人と結婚している、結婚式場に言うと前聞いた話と全然違う人じゃないのみたいな、そういう話が結構多かったりするわけですね。そこが運命の人と巡り合う方法の一つの重要なヒントを秘めていると思います。つまりそういうふうにですね、自分でこういう物差しやそういう基準を決めて探してもですね、それに当てはまる人などほぼいないと言っていいでしょう。そういう基準でもって結婚相談所に行ったりですね、婚活パーティーに行ってもですね、相手が見つかるはずがないんですよね。それは結果としてそういうふうに意識化されている条件というのは本当に自分が求めているものなのかというと、おそらく違うんですよね。だからそういうのと違う人と結婚しちゃうと思うんです。だから人と会うときはですね、私は男性でも女性でもビジネスもそうなんですけど、先入観を捨ててニュートラルに会いなさいということを言っていますし、私は患者さんと会うときもニュートラルに全ての先入観を捨てて会います。そこでいろいろなその人からのインフォメーションや情報を観察して、どういう人なのかということを感情抜きに分析していくんですね。そうすると非常に人となりというのが見えてきます。私が精神科医として普段やってるからできるのかもしれませんけど、特に患者さんと初めて会った人はね、この人はこういう人なんじゃないのとか思わずに、あるいはこの人すごい怒りっぽいから嫌だなとか、そういうこと思わずに先入観全部捨てた上で真っ白な状態で観察していくんですね。そうするとこの人こういう人なのか、こういう傾向があってこういうふうに考えるんだっていうのが見えてくるわけです。先入観があると全く見えなくなっちゃうし、逆にそういう知り合いの人のカウンセリングとかをした場合ですね、やっぱり先入観が入っちゃってるのでおかしな方向に行ったりするし、心理カウンセリングでも家族のカウンセリングはできないなんて言われてるのそういう理由なんですね。ですから人と会った場合ニュートラルな観察をするということがとても重要です。もう一つ感情部分で言うと、やっぱり直感ですよね。私は条件とかそういう理性のいわゆる左脳的な部分よりもやっぱり右脳で判断して、この人一緒にいて楽しいわとか、一緒にいるとリラックスできるわとか、もう一度会いたいわとか、そういう感情っていうのが自然と湧き上がってくるので、この人は自分の運命の人なのかどうかじゃなく、この人といて楽しいかどうかっていう、そちらに、ね、フォーカスした方がですね、圧倒的に素晴らしい人と出会える可能性が増えてくる可能性があるんですね。ですから運命の人と出会う方法は運命の人を探さない、むしろ一人一人の人とニュートラルに出会いながら、その中でいい直感を待つ、それが運命な人と一番早く出会える方法なのではないでしょうか。精神科医カバサーシオンのカバチャンネル、次回見逃さないためにも赤いボタン、チャンネル登録のクリックをお願いします。